皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土江パフォーマンスです。今回はボンド大阪からカスタマイズした車両をご紹介させていただきたいと思います。紹介してくれるのはカスタマイズを担当したいつもの岡くんです。はい、いつもの岡です。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら。はい、やってまいりました、アベンタ SV です。で、あの車の紹介の前に、はい、いつもちょっとあんまりオーナー様像にはまあ、たまにこうちょっとお話しさせていただいたりするんですけど、はい、名古屋店みたいにこう毎回お話しさせていただくっていう感じじゃないんですけど、はいはいはい、なんかちょっとこう、同い年です、僕と30歳です、オーナーさん本当に、はい、で、30歳でフェラーリを乗るのがあれだった、フェラーリを買うのが夢だったんですけど、30歳で488スパイダー買ってもらって、ウルス買って、ちょっと待って、待って待って、はい、30歳での出来事、はい、それが全部そうです。30歳でだから去年からですかね、去年から488スパイダー買ってもらって、ウルス買ってもらって、なんか喋ってる、シリが喋ってるシリがすごい喋ってる去年あのお客さんのご紹介で来ていただいて、488スパイダー買ってもらって、ウルス買ってもらって、ウルスがすごい良かったから新車が欲しいって、新車のウルスを出してで、488スパイダー売って、でアベンタ欲しいってアベンタ SV 買ってもらって、でウルス来るまでの間に足がないなって G63買ってもらって、でもうちょっとであの WR な車を納車予定です。本当に、はい、これが全然作り話とかじゃなくて本当っていう、はい、そうです。すごい、もうびっくりです。でなんかあのまあよくなんか株で儲けたんじゃないのとかあるんですけど、じゃなくてちゃんとこう一台で事業で成功されてるっていう。そうなんですよ。よくこうなんか地主さんじゃないですかとか、そうですね、そういうのでもなくね、あの言ったら2代目3代目だろっていう感じでもなく、リアルに成功されてるっていう。そうです、はい、もう羨ましいを通り越してもう訳が分かりません。もう、はい、もうさっきの車歴の情報もちょっと情報量が多すぎて、はい、ウルスとか、はい、ウルスからウルスとかもう意味がちょっと、はい、僕には分かんないですけど、本当にすごい良かったからって新車買いに行きましょうってランボのディーラー一緒に行って仕様決めて新車買って。なるほど、はい、そんなとてつもないオーナー様が乗る今回の SV、はい、まあ、やっぱりちょっと普通じゃないんでいろいろご紹介させていただきたいんですけど、はい、まずこのボディカラーがすごいことになっております、はい、これが、まあ、ランボでいうパールホワイトの、バルーンホワイト、はい、をもともとグロスだったんですけど、そこにステルスフィルムマットのプロテクションを全面貼ってマットカラーにしてます。まずバルーンホワイトっていうのがちょっと、はい、あんまり見ないかな。そうですね、結構珍しいですね。しかもなんかその費用も高いとかって。高いですね、100何万とかしますオプションで、はい、安い車また買えます。買えますそんなスペシャルなカラーをさらにマットにして、そうなんですよ、さらにマットにしてるんで、まあちょっと今ね若干あの夕方なんで暗いですけど、でも光当たるとこう全然部分部分で色が違うように見えたりしますし、でなおかつマットになってるんですけど、はい、その下のパール感がちゃんと透けてるという、残ってますね。ただベタっとしたマットじゃなくて、はい、だから結構ギラギラっとしますし、マットなんですけどなんかちょっと特殊なカラーっていう、はい、そうです。で、はい、まあ、SV ですからちょっとバンパーもちょっと攻撃的なバンパーになって、そうですね、はい、っていうその先がちょっと様子がおかしいんですけど、はい、地面が近いっていうこれねもうこんな低いことある？あの今まで僕が担当させてもらったアベンタで一番低いです。あの高速道路走ってて擦りますザッザッって擦ります。レーシングカーですもん、本当に、はい、もうでもやっぱ低く低くっていうところで、いやもうめちゃめちゃこの低さお分かりいただけますでしょうか、はい、もうこのフェンダーの高さに至っては、はい、この僕の短い足ですけどよりも低いんじゃないかっていう、もうまた下よりも、また下よりも低いです。でこのバンパーの先端に至ってはもう膝より下っていう、はい、そうですね、もうあの蹴っちゃいそうな感じです、はい、もともと低いアベンタですけど、そうとてつもない低い車高になってる。もうさあ後で説明するんですけど、あのロベルタ、あの結構リフターのロベルタにあのちょっと前後リフターつけようって車を送ったんですけど、ロベルタからあのこの車高で走ってんのって嘘でしょってちょっと驚かれた車で、リフターの、はい、
会社の方もびっくりの、びっくりの社交、とんでもない社交、この社交で合わせていいのって言われて一応確認が入るっていう、そうです、このまま走られてます。これがだから本当にやらせとか撮影のために車高を下げてんじゃなくて、そうですね、じゃなくて普段からこれで乗られてると、はい、本当にリフターが必要な方もう、そうですね、だからあの純正リフターだとやっぱり上がり幅が少ないのと時間がかかる、なるほど、もうだからロベルタのこう上がるスピード、上がる幅で、まあ、しかも前後っていうところで入れさせてもらって、はい、で今回このローダウンはそのロット交換で、そうですね、はい、あのいつも使ってる、HNS のロットを使ってローダウンして、でさらにあの純正のショックのところにリフターをつけてって感じです、ね、なるほど、その仕様になってるみたいです、はい、もうとにかくめちゃめちゃ低い、低いです、もう本当に地を這うような車高になっておりますそしてこんな低い車高に収まるのがこちらのホイール、はい、やってきました、はい、ADV-1 です、アメリカの単造ホイールですね、はい、そうです、でこれまたボディカラーに負けないこのホイールのカラーがすごいです、はい、そうなんです、今回あのお客さんのもう絶対もう5本スポーク、まあちょっとこれダブルの5本スポークなんですけど、5本スポークに、ブロンズの色っていうのはもうお客さん絶対譲れないっていうことで、今回 ADV-1 のこの ADV-05 だったかなのデザインに、ブラッシュドグロスクリアですね、あ違う、ブラッシュドグロスブロンズですね、はい、でこれちょっと見ていただきたいんですけど、またこのブロンズが単純なこうベタっとしたブロンズじゃなくて、こう濃く見えるとこと薄く見えるとこ、そうなんです、でちょっとゴールドにも見えるっていうですね、もうこの隙間とかどうしても色乗りにくいところもあるんですけど、でもやっぱりそういうところがあの色の違いが出て、まあ、さらに走ってる時とかのギラつき感につながるかな、とことんがってるとことかこう広いところとかで結構全然色が違って見えるっていう、もうなかなかそこはかっこいいんで、これすごいね、そうだからもうボディがまあ白黒でまとまってるんで、じゃあもう足元はちょっとまあ色を入れてというか、だからこれまあキャリパーがもともとグロスブラックだったんですけど、まあそれに合わせてハードウェアはこれグロスブラック、なるほど、だからアドバンスドシリーズだったらあのチタンになるじゃないですか、 ADV-1 のロゴ入りの、でもあれはちょっと合わないなっていうことであえてグロスブラックにして、でここのセンターロックのこのナットっていうんですかね、これももともと赤だったのを黒に変えました、なるほど、はい、で徹底的に余計な色を省いて、もう全部省いて、でこれだけカーボンついてる車なんで、ここのランボルギーニのセンターキャップもカーボンに変えてます、で噂によるとそれがとてつもない金額という、はい、これが4つ1台分で13万します安いホイールだったら買えそうです、買えます、はい、4本ありえないですこれ、えこれ4つ13万すんの本当に、いやなんか こんなもんがね恐ろしいです、さすがランボルギーニなんですけど、でやっぱりそのチタンなんかも、はい、結構こうチタンの焼け色が良くてみんなこうわざわざこうチタンなんかにしちゃうんですけど、はい、今回あえてチタンから黒に戻すという、はい、ちょっと黒と好みのカスタマイズが、 そこにねチタンボルトが来て ADV-1 ってロゴがいっぱい入ってても、いやもう分かったってってなるんで、ちょっと賑やかになっちゃいますからね、はい、そうなんですよ、だからもうね、アドバンスドシリーズなんでやっぱりこれだけ削り込んでるんで、もうそれだけで十分かな、なるほど、はい、でホイールもこの ADV-1 のホイールだと2ピース、はい、そうです、でよく国産とかであるそのリムとディスクの2ピースじゃなくて、じゃなくて、はい、インアウトの表と裏側の2ピースなんで、はい、このフロントじゃない、この表側のそのスポークなんかがもう本当にリムギリギリまで、そうですね、ここまで来るんで、アベンタってフロント20、リア21インチなんですけど、まあその中でもすごいもうパンパンで大きく見えるように、インチ以上に大きく見える、はい、そうですね、そんな感じになってるみたいです、はい、これいいね、かっこいいです、もうね、もうちょっとスポーク多くてもよかったかなって一応思ったんですけど、やっぱ入れてみると、あ、やっぱこの軽量な車だったらこれかなと、なるほど、はい、もうさっきも言ったけど、そのもうアルミを使った製品じゃなくて作品に近いような、もうそうですね、もうそんなこだわりの詰まったタイヤホイールになっております、やっぱりこの限定車にはやっぱりそれなりのこう最高級なやつを、はい、入れてます、そして他にもいろいろカスタマイズしちゃって、はい、この辺なんかも、はい、これが通常マットブラックなんですよ、で SV の場合はでもこれ台座からこれカーボンのやつに変えました、純正のオプション、はい、純正オプションのやつを取り寄せてミラーの台座ごと全部変えて、でもちろんステルスフィルムも貼って装着したんですけど、これが最大で70万しました、今度はバイクぐらいだったら買えそうです、もうそうですね、はい、結構いいバイク買えると思う、そうやっぱ社外メーカーってこう上に貼り付けるやつは出てるんですよね、
ここにペタッと貼るカーボンのやつは出てるんですけど、やっぱりこう根元からじゃないとっていう、やっぱもうお客さんのこだわりで、すごい、はい、なんで俺の黒なんですかって。これ77万円、うん、70万タックスぐらいです。70万円、はい、70万円でお客さん、そんなそんのやめようよってならない。あ、もうね、あのお客さん車見てもらって、で、お母さんなんでこれカーボンじゃないんですかって言って、もうその場でディーラーに電話して、お世話になってるサービスの人に、あれって左右でいくらですかって。あ、70万です。あ、70万ですよ。頼んどいてください、頼んどいてくださいっていう、うん、向こうでいいのって言ってましたけど、金銭感覚がバグっております、はい、もうでもやっぱね、それかけた価値があるかな。確かに、はい、完成度はこの車のまとまりと、そうですね、やっぱりこれが、ね、値段だけ聞くとびっくりするんですけど、やっぱりこう他のまとまり見るとここカーボンの方が かっこよさは、はい、抜群じゃないでしょうか。そうです。そしてこれが今回 SV にこうやって装着してますけど、はい、S とかいけますにも装着できるってことですか。 S とか SVJ とか、今ちょっと SVJ のお客さんからまた1台分オーダーもらってて、はい、なので今お乗りの方で真似したいなんていう方は、そうですね、全然交換できます、まあ、ちょっと高額ですけれども、そうですね、まあ、そんなカスタマイズもできるみたいです。はい、なんでそこも変えれます。なるほど、はい、であとは、まあ、SV だと割と定番っていうふうに聞きましたけど、結構この辺がカーボン、はい、そうですね、この辺りがもうカーボンでカーボンでカーボンで、やっぱりルーフとかこう面積でっかいんで、はい、このマット感がすごい、そうですね、この辺とかここも、はい、こっちから撮ると多分光が当たって結構ギラギラってなるんで、ちょっとプレスラインなんかもはっきり分かって、うん、なかなか分かりやすいかなと。いや、これすごいね、大差目立つアベンタがマット、しかもホワイトという、はい、だからもうあの普通の人はうわ スーパーカーだ、ランボルギーニだってなるんですけど、もうすごい詳しい人でも、あれなんであれマットなんやろとかなる。アベンタ乗ってる人もびっくりっていう、そうですね、そういうレベル、結構珍しいと思います、はい、そして後ろは先ほど紹介しましたけど、はい、21インチで、そうですね、21インチで、はい、だからもう前後ともに、まあ、後ろが強烈なんですけど、フロントもだいぶコンケーブできてるんで、これしかも、はい、あのセンターロックなのに、はい、こんなにコンケーブしてるっていう、はい、そうなんですよ、だから結構ここまでコンケーブできるメーカーってあんまりないんじゃないかなと思って、だからそれはここからスポークが伸びてるからっていうのも多分あるんじゃないですか。そうですね、結構そこからストンって落とし込んでるんで、ここがだってフランジがこうスポークの形で、そうですねもうこれあのタイヤ組むのが大変な、はい、確かに、もうあの僕は分からないですけど、こうツッチーはメカね、ミニのメカ、もう絶対これタイヤ組み付けの時に引っかかっちゃうなっていう、グニグニグニって切れちゃう感じ、もうそんなすごいタイヤホイール、うそうですそして後ろは、はい、後ろが、なんとこれが純正品じゃないっていうことで、はい、そうなんですよ、これがあのノビテック、はい、でノビテックのアベンタ SV 専用のリアウィングで、で純正はあのこう板みたいな感じでこう、まあ、あんまり立体感がない、そうなんですよ、もうペロンってなってる感じなんですけど、言ったらここまでは純正です、ここまで、はいはい、ここまで純正で羽だけを交換してる感じで、で、まあ、もちろんステルスフィルムも貼ってるんですけど、やっぱり ここの立体感というか、そう、はい、翼端板みたいな、後ろから見た時にね、まあ、全然、はい、あ、これもう絶対純正じゃないっていう、分かる、もうでさらに純正よりも結構ワイドになってるんで、さらに大きく見えますし、そう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 、このプレスライン、はい、ボディのプレスラインまでこう伸びてるんで、結構ここまで来てて、でもなんかよくあるレーシングカーみたいにあんまり大きすぎない、フェンダーがブリって出てるんで、バランス的にはこうちょうどいいかな、後ろから見た時のインパクトがすごい、はい、そうですね、これは結構かっこいいかなとは。また、うん、このこっち純正、こっち純正なのに、はい、あんまりこう違和感がない、そうなんですよ、なんで、あやおりのカーボンで、ランボ純正オプションのカーボンに全部合わせてるんで、だからここもエンジンフードもこのリアのエアダクトも全部あのこう同じ折り目になってるんで、結構こう外装カーボン多用してこう追加していった時に、こう違いがあったりすると、うわってちょっとこう違和感感じちゃったりとか、あ、これ取ってつけたのかなっていう感じが、なんでここ平折りでこっちあや折りなんやろとかなったりします。あとカーボンもこう質感でこうボコボコしてるのとか、高いやつなんかだともう平らなやつだったりとかあるんで、結構そこがやっぱりまあデザイン的には全然違うんですけど、ちょっとこうなんだろう、違和感はなるべくなくしたいんで、あんまりこうグイグイついてますよっていうのは嫌ですし、はあ、ですここもじゃあ黒男好みな、もうここもちょっとパーツチョイスと仕上げになってると、はいはい、もうこれも頼んだ時にうちも初めてつけたんですよ、 SV のこのノビテックのウィングって、でいろいろ見ても海外でしかつけてないんですよ。あ、そうなんだ。海外でも多分2台ぐらいしか出てこなくて、そのインスタとか、なんか Facebook とかずっと見てたんですけど、
まあもうそもそも SV をいじるって方がね少ないのはあるんですけど、そもそもだって SV が600台、600台ですね、クーペで、はい、それをいじる、そうですね、そこからさらに伸びてこうチョイスするってなってくると、やっぱりちょっと激レアなアイテム、結構ね純正のウイングのまんまでここだけラッピングしてるって方が結構多いんですけど、うんうんうん、やっぱりまあこの大きさも欲しかったですし、はい、ですしっかりこんなリアもカスタマイズされてるってことみたいです、はい、で今回ロベルタがついてるってことで、はい、ちょっとリフターの動きと、ね、あと一緒に内装もやっぱり SV ですから、はい、じゃちょっとまずかなり痺れる内装になってますんでちょっと見てみたいと思います。早、はい、いこのブーンっていうのは今エアを溜めてる音、そうですね、コンプレッサーが動いてる音、溜まると止まる感じで、で車高を落とすともうなんかエアサスみたい、そんな感じですよねだこの実際低い車高でも全然 OK という、確かに低くしたのはいいけどなんかこう段差で孫ついてたりとか、そうなんですよね、やっぱりこうなんか後ろにすごいこう渋滞作っても嫌ですし、ちょっとカッコ悪い、スムーズにこうシッと開けてピシッと入っていく感じがいいです、はい、だから利便性も失われてないと、そうです、そして内装がちょっとこのラッピングする前のグロスの状態のが少し見えるっていうことで、はい、ここがこんな感じでグロスの、これ純正色もだからめちゃめちゃおしゃれだよね、めちゃめちゃおしゃれです、でもなんか当てたら板金屋さんがちょっと、あ板金屋さん中での大変な確かに、はい、こんなパールギラギラのはあんまりない、そうです、前にバルーンホワイトの 裏側のペルフォルマンテでボンネット変えた時は全然色合わなくて、20回ぐらい調色したって言ってて、やっぱ難しい色ですね、そして内装がカーボンだらけなんですけど、はい、当然 SV なんで、そうなんですよ、 SV は標準で全部カーボン、内装はこうステルス貼ってないんで、そうですね、中はグロスのカーボンで、このコントラストというか、そうですね、やっぱり中はねなんかちょっとこうおしゃれな感じも欲しいですし、まあレザーとかアルカンターラが基本マットなんで、うんうん、やっぱグロスの方が目立つというか、そうですね、ちょっとおしゃれかなと、でバケットなんでシートの背面とか、そうですね、バックシェルも全部カーボンという、はい、これちょっと最初に戻るけど、これが本当に30代の、そうです、30代じゃない30歳、30歳ですのオーナー様ってこと、はい、びっくり、びっくりします、めちゃめちゃおしゃれです、本当に車好きで、あもう、はい、ちょっといじり方と車歴と聞いて、はいはい、なんかちょっとそのそう、もううちに初めて来た時はゲレンデだったんですよ、 350D 乗ってたんですけど、まあまあなんか、うん、あの普通に買って普通に乗ってただけだったんですけど、やっぱりこうもう全部ねカスタムしてっていう感じなんで、最後になりますけれども、はい、ちょっと最初の RR、WR はちょっとよく分かってなかったんですけど、はい、ロールスロイスです、はい、そっちかしかも、まあ、ちょっとまだ内緒にしとくんですけど、すごいベース車ですごいいじっててホイールも変わるんで、はあ、もうなんかすごいです、パリピみたいな感じです、あの車の外見は本当にめちゃめちゃかっこいいです、このお客さんがその車欲しいってなった時に僕ももうなんかねこの車だったらいいなっていうのをちょっと準備できたんで、はい、なるほど、じゃあそれがまた次完成したらちょっとじゃあお楽しみにということで、はい、お客さんもあのボンドチャンネルの大ファンなんで、ありがとうございますじゃあそれを楽しみに、はい、次はぜひ楽しみに、はい、ぜひボンドチャンネル、はい、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。